ソユーズは、ソビエト連邦及び、ロシア連邦の一の三人乗り友人宇宙船である。二人乗りボス砲と宇宙船に続くもので、ソ連の友人月旅行計画のために制作されたが、結局友人月旅行計画は実現されなかった。2011年のスペースシャトル退役から2020年のスペース X クルードラゴンの初飛行までの期間、ソユーズは、 有人宇宙飛行を行う唯一の手段として国際宇宙ステーションへの大金を担った。1967年のソユーズ1号の初飛行以来様々な改良型や特定のミッションのための回収型などが開発され数え切れないほど多くの種類がある。現在の最新型はソユーズ MS という当初はソ連の宇宙ステーション サリュートやミールへの連絡に使用され、登場から40年以上経た21世紀でも国際宇宙ステーションにアクセスする有人往復宇宙船及びステーションからの緊急時の脱出、機関用として現役で使用されている。名称のソユーズはロシア語で団結や同盟、連盟、連邦を表す一般名詞であるが、特に ソビエト連邦の略称としても用いられた語であり、これにちなんだネーミングである。ロシア語本来の読みは s、S, j a s ソユーズ・トマ型の各部の重さと大きさ軌道上での状態のソユーズ宇宙船は、機体前方から見て、ほぼ球形の軌動船、釣り金型の機関船、円筒形の機械船の3つからなる。3つのモジュールのうち地上まで機関するのは、機関船のみで、 他のモジュールは再突入の際に切り離して大気圏に突入して燃え尽きる。機体の大きな特徴は機械線の側面に2枚ついた太陽電池パネルであり、宇宙空間で自力発電することによって使用電力を補っている。 ソユーズ初期型は計画変更に伴う数回のマイナーチェンジを経て1967年4月の1号から1981年5月の40号まで運用された。1979年12月には改良型のソユーズ T が登場、T-1 から T-15 まで運用された。この機体は宇宙ステーションとドッキングすることを前提としており、 太陽電池パネルを設置していない機体が多い。1987年には、さらなる改良型のソユーズ TM が登場。TM-1 から TM-34 まで運用された後、2002年10月から改良型のソユーズトマが運用され始めた。2010年10月初めには、ソユーズトマをデジタル制御化した、ソユーズトマ m がデビューした。 2016年7月には最後の改良型となるソユーズ MS が運用開始した。搭乗員の体格には厳しい制約がある。ソユーズとほぼ同型だが、地上機関能力や生命維持機構を搭載しない輸送船に特化されたタイプであるプログレスがある。こちらもサリューと時代から使用されており、食料や酸素。 推進剤、予備品などの物資輸送に活躍している。初代プログレスは42号まで、改良型のプログレス M は67号まで、プログレス M1 は11号まで使われ、最新型はプログレス M 改良型が使われている。ソユーズ MS は最後の改良型とされており、 その後継には2018年現在開発中の新型宇宙船フィディラーツヤが当てられる予定である。軌道船機体前方から見て一番前に存在する休憩をしたモジュール。軌道上で乗員が主に活動するモジュールで実験用の機器、船外活動のための機密室があり、エアロックが使われたのはサリュートロックとドッキングするようになる前の初期の話である。 打ち上げ前に、クルーが、ソユーズに乗り込む、サイのハッチは、軌道船にあり、軌道船内からもう一つハッチを経由し、機関船の座席に座る形となる。その他、ソユーズ同士や、ミールや ISS といった宇宙ステーションなどとの、ドッキング装置も有する。イラストにある出っ張りは、ドッキングする際に使用するレーダーである。これは、ソユーズ T のものであり、以後は、 出っ張りはなくなった。その他トイレなどもこの軌道船に備え付けられている。大気検査突入の際は、機関船と切り離され、燃え尽きる。機関船乗員が打ち上げと再突入の際に乗る、釣り金型をした部分。1から3人乗りで、中で、乗員は足を集めるように線形に座る。大気検査突入のために、 機械船から分離された後は、火酸化水素を利用した一液式スラスタを用いて、適切な姿勢を維持し、突入時の最大加速度を軽減する。再突入の際は格納されたパラシュートを開いて、減速し、地上約0.8メートルまで降下した時に、機関船の元に取り付けられた小型の固体逆噴射ロケットによって、エアクッション効果を利用して、 着地の衝撃を和らげる。機関線の表面は、アブレータによりコーティングされている。これはちょうど接着剤が固まったようなもので、化学繊維に含振させて固めることにより、強度を維持している。再突入時には、アブレータ自体が溶けて、熱分解する際の融解熱と分解熱、および炭化したアブレータによって、内部を保護する。アメリカのスペースシャトルに使われている。 耐熱タイルのように繰り返し使うことはできないが、耐熱タイルほど脆くない上に、ソユーズカプセル自体が繰り返し使うことは考えられていないため、問題はない。軌道飛行時には、アブレータの上を8枚の断熱ブランケットが覆っている。これは、軌道飛行時に機関線を高温、低温、ゴミから保護するためのものであり、大気圏再突入前のモジュール切り離しの際に、 外される。なお乗員は3人と言っても、初期のソユーズは3人乗ると狭いため、機関時に弱っ腹は着ていなかった。しかし、ソユーズ11号で、機関時に機関船の空気が漏れ、上空で乗員が3人とも、失速死した事故の後は、安全のために弱っ腹を着るようになった。これに伴い一時的に乗員は、最大二人に減らされたが、百七十六年に、 登場した改良型のソユーズ T 型から、弱っ腹を着た状態で3人が、登場可能になった。機械船中央部に装備された、メインエンジン軌道上で一番後部にある、円筒形のモジュール。姿勢制御スラスタや、軌道制御と大気圏再突入時に使うメインエンジン1機、およびそれらの燃料タンク、さらには飛行士の生命維持のために必要な酸素や、水などが搭載されている。 推進剤は、ヒドラジン系を用いる。名前の通り機械類専用のモジュールで、人が入るスペースはない。機械船の大きな特徴は横に長い太陽、電池パネルで、打ち上げ時にはこれは折りたたまれて格納されており、軌道投入後に展開される。機動船と同じく、大気検査突入の際に切り離され、空力加熱により燃え尽きる。宇宙船内の空気は、 地上の大気蘇生に、ほぼ等しい80%の窒素と20%の酸素の混合ガスを、一気圧に保っている。これは、ボストーク以来のソ連ロシアの宇宙船の伝統である。アメリカでは、アポロ計画のアポロ1号の地上試験時に、純水酸素に起因する事故が起こるまでは、船内気圧を減圧して100%純水酸素を、船内に充填していた。ただし、 0.2気圧の酸素である。人が生存するためには、酸素分圧が0.2気圧あれば良いので、0.8気圧分の窒素を搭載しないことで、数百グラムは軽量化できる。なお、ソユーズの3つのハッチはすべて内開きの構造になっている。ソユーズ計画初期の頃は、ソユーズ宇宙船の搭乗員は、減圧から身を守るために、 ヤストレブ宇宙服を着用していたが、現在は、ソコル宇宙服を着用している。R-7 ファミリーソユーズの打ち上げには、通常、R、R-7 というミサイルを改良した 11A511 11型ロケットが、使われる。11A511 11とは、ロシア国防省内のグラオーによる名称であり、アメリカ議会図書館では、A、A-2 と命名しており、 この故障の方がよく知られる。ソユーズ宇宙船と合わせ、ソユーズロケットとも呼ばれる。R-7 の改良型は、スプートニク1号や、ユーリガガーリンも乗ったボストークを打ち上げた実績を持っている。A-1 や A-2 を含む A 型ロケットは、もともとは、R 型ミサイル、すなわち大陸間弾道ミサイルとして開発された、ものであり、 A-2 から宇宙船を外せばそのまま核弾頭を搭載して北米に打ち込むことができた。同様にアメリカでもマーキュリー宇宙船を打ち上げたレッドストーンも短距離弾道ミサイルだったことなどから宇宙開発がどれだけ軍閣競争と密接な関係にあったかが伺える。A-2 も随所に改良点はあるもののケロシンと 液体酸素を燃料としたり、第2弾ロケットの周りに4本の第1弾ロケットを取り付ける、クラスター構成など、基本的なシステムは、初期の R-7 から代々受け継がれている。アメリカ側では、第1弾の4本のロケットは補助ロケットブースターと、みなしており、この場合中央の第2弾ロケットが第1弾となる。ソユーズロケット一覧ソユーズ宇宙船の打ち上げには、 16号から TM-34 まではソユーズ U ロケットトマ -1 からは改良型のソユーズ FG ロケットが使われている。一方、プログレス補給船の打ち上げには数機がソユーズ FG ロケットの試験を兼ねて打ち上げられたのを除きソユーズ U ロケットが使い続けられている。エンジン周囲が第一弾、中央が第二弾、アメリカや日本では ブースターと一段ロケットと呼ばれているものは、ロシアでは一段ロケットと二段ロケットと呼ぶ。A-2 では、第一段も、第二段も、4機の燃焼室と、その周りにある、姿勢制御のための補助エンジンからなる。二段は、RD-108、一段は、RD-107 エンジンを使用。補助エンジンは、第二段に四方に合計4機、 1> 第1弾には外側に2機装備されている点が RD-107 と RD-108 エンジンの違いである。メインエンジンのノズルは固定されているが補助エンジンにはジンバル機構が備わっており、これを動かすことによってロケットの姿勢を制御する。4機の燃焼室からなるメインエンジンの燃料を送るポンプは1機だけで、ポンプの先の燃焼室と ノズルが4機になっている。こうすることで燃焼室1機あたりの圧力を下げることができるため圧力に対する耐久力の設計を低く抑えられる。そして第2弾の上にトラス部分を経て第3弾ロケットが搭載され、さらにその上にソユーズ宇宙船やプログレス補給船が搭載される。トラス部分が存在するのは切り離しに先立って 第3弾ロケットを点火して、トラス部分に噴射することで、第2弾ロケットとの距離を確保して、衝突を防ぐためであり、ソビエト連邦の多弾式ロケットの多くに採用されている機構である。実際ソユーズ18号では切り離し機構の故障により切り離しに失敗したが、第3弾ロケットの推力で切り離し機構を焼き切る。 ことで切り離しに成功し地球に生還することができた。ロケットの上部には空気の流れを整えるためにフェアリングと最上部にはアポロ宇宙船などと同様のアボートタワーが取り付けられる。これらは第一段ロケット分離前後に大気圏上層部で外される。これらすべて合わせると最大で直径10.3メートル、全長49.3メートル。 重量310トンになる。レール上を発射台に向かうソユーズトママイナス3打ち上げ用のソユーズロケット発射台上に設置されるソユーズ A マイナス2の打ち上げで、ユニークなのは打ち上げまでロケットを保持していた支柱がロケットエンジンに点火されると同時に花びらのように開く方式である。このような方法になったのはロケットの軽量化が理由である。 1> 第1弾ロケット4本を外部に設置した中央の第2弾ロケットは軽量化の結果、構造的に第1弾ロケットの重量を支えることができなかったため、トラス構造の頑丈な支柱に第1弾ロケットが吊り上げられた状態で発射される。この方式は、チルパン発射方式と呼ばれ、レニングラード金属鋳造工場で設計された。 ロケットのエンジンが点火され、第1弾ロケットの水力が上がり、それ自体の重量を支えられるようになると、第1弾ロケットを支持する4つの支柱が離れ、外側へ倒れ込み、ロケットは上昇を開始する。この光景は、ロシアのロケット発射に固有の風景である。西側のロケットでは、ブースター重量を第1弾が支持できるためこのような構造は見られない。 打ち上げから114秒後にアボートタワー、118秒後に第1弾ロケットを切り離し、さらに加速。157秒後に大気圏上層部でフェアリングを分離し、さらに打ち上げから287秒で第2弾を切り離し、第3弾に点火。最終的に発射から528秒後、ソユーズ宇宙船が地球周回軌道に投入される。 打ち上げロケットについては R-7 のページも参照のこと。打ち上げ脱出システムが作動したソユーズ T-10 から1現役の有人宇宙船としては長年の改良の結果安全で経済的であるとされ極めて高く評価されている。商業用の宇宙観光がすべてソユーズで行われたのもこのためである。特に 1981年の初飛行以来2度死亡事故を起こしたスペースシャトルに比べソユーズの基本設計はハイテク機器でもない枯れた技術の宇宙船であるが極限まで改良が進んでいるため確立された性能を誇るすでに30年以上にわたって宇宙飛行士の死亡事故を起こしておらず信頼性は極めて高い現在では西側の多くのロケットが 周囲にブースターを多数配置する設計を模倣している。スペースシャトルに比べてソユーズが有利だと言われている主な理由に次のようなものが挙げられる。なお、わざわざ信頼性を再実証するリスクを背負ってまで新規に設計する必要がない部分については可能な限り引き継ぎながらも技術や素材の進歩を取り入れるなど必要に応じた。 機体構造やコンポーネントの改良や更新は常に行われている。また、ロケット全体を更新せず、部分的に改良、更新を重ねていくスタイルは、欧米のロケットも基本的に同様である。スペースシャトルとソユーズ TM 型の大きさ比較。ソユーズの大きさでは、スペースラブのような巨大な構造物をその機体内に入れて持ち帰ることは、 不可能である現行のソユーズは、軌道上の宇宙への到達及び、ミールや、国際宇宙ステーションと宇宙ステーションとの、人員往復が目的であり、軌道上の実験プラットフォームである、スペースシャトルとは、目的、設計運用思想が異なっている。シャトルは、衛星軌道上の実験衛星を、実験終了後、機体を地球に持ち帰るような、ソユーズでは、 不可能なミッションも行うことができる。そのため、スペースシャトルとは、単純に優劣を比べることはできない。また、ソユーズが開発された、当初の60年代から80年代までは、致命的な事故を何度か経験しており死者も出している。現在のソユーズの安全性は、それら過去の失敗経験をフィードバックしたものである。これらの事実を考慮しても、人員に対する、 安全性というソユーズの優位性は揺るぎないものである。NASA 作成の資料では RKK エネルギアのソユーズ宇宙船の7600万 US ドル人の打ち上げ費用と比較して民間宇宙企業スペース X のドラゴンに宇宙船の打ち上げ費用は5800万 US ドル人と低価格で経済的であると記述されている。なお、ソユーズが 現在も宇宙開発の第一線にある現状はソユーズの後継として計画されたプロジェクトがすべて頓挫した結果であるとも言える。一方で安全性を重視したため誤ってボタンを押さないように慎重だけでなく骨盤と膝の間隔が一定内に収まっていることが求められるなど後発の宇宙船に比べると体格制限が厳しいため NASA で 宇宙飛行士の選考を行う責任者からは、100万ドルもらっても、乗りたくないと評された。トマ型、またはトマ M 型では、身長が150から190センチメートル、体重が50から90キログラムの範囲にあるもので、さらに前述の体格制限をクリアしたものに限られる。ソユーズ宇宙船の後継としては、2018年、 現在、新型宇宙船フィディラーツヤが開発中である。ソユーズ宇宙船の後継となる、有人宇宙船は、過去も何度か提案されたが、失敗が続いた。ソビエト連邦は、プランと呼ばれる最使用型宇宙王冠機を1988年に、無事に飛行させたが、ソ連崩壊とロシアの財政難が重なり放棄された。 スペースシャトルを運用していた NASA も2011年7月の飛行を最後にシャトルを退役させたため、ブランタイプがソユーズの後継となる可能性も低い。ロシアは2006年、新型の宇宙船として、クリーペルと呼ばれる小型の翼がついた宇宙船を開発中であると発言したが、結局、計画のみで終わった。なお、ソユーズロケットは、現在は、 バイコヌール宇宙基地とプレセツク宇宙基地から打ち上げられているが、2011年10月以降は南米のギアナ宇宙センターから商業打ち上げ用のソユーズ ST ロケットを打ち上げている。さらに東シベリアの基地に車上を整備する計画が進められており、当初は最初の無人ロケット打ち上げが2015年、有人宇宙センター上げが2018年に行われ、 同宇宙基地が完全に完成するのは2018年となる予定であったが予算配分をめぐる対立から着工の遅れが報じられたこともあった。そのような中、このボストチのイ宇宙基地において2016年4月28日現地入りしたプーチン大統領が見守る中、第1号となるソユーズ 2.1A ロケットの打ち上げを実施し、 衛星の軌道投入に成功した。ソユーズ宇宙船は、スペースシャトル以上の安全性と信頼性から、史上最初の、そして2009年までは、唯一の民間人が宇宙旅行を行える手段でもあった。ロシア連邦宇宙局は、政府の財政難のため、国際宇宙ステーションと往復する、ソユーズの座席を世界に向けて販売していた。 2001年4月28日にアメリカの富豪であるデニスチトーを約2000万ドルでソユーズ TM-32 により宇宙に1週間滞在させたのを皮切りに世界各国から募った民間人を宇宙まで打ち上げていたが2011年に NASA のスペースシャトルが引退し国際宇宙ステーションに宇宙飛行士を運べる手段がソユーズに限られることを踏まえ 2009年9月打ち上げのトママイナス -16 で一旦終了した。その後、2020年にアメリカの宇宙企業スペース X がクルードラゴンの開発に成功しソユーズの運搬人員や容量に余裕が出てきたことから2021年に民間人に向けての同宇宙船での宇宙旅行販売を再開。同年10月に ISS での映画撮影目的で、ロシア人の女優であるユリア・ペレシルドと監督のクリム・シペンコが、同年12月には、日本の実業家である、前澤智作と、平野洋蔵がそれぞれ同宇宙船を利用して、ISS に渡航、滞在した。なお、一般公募によるものではないが、地頭が、 宇宙に行く11年前の1990年12月2日、すでに日本の TBS 社員の秋山と博が、TBS が費用を負担することで、ソユーズ TM-11 に乗って宇宙に行っている。自費で宇宙に行った民間人を宇宙旅行者とした場合、その最初は、地頭だが民間の費用で宇宙に行った人物を宇宙旅行者とした場合には、 秋山が最初となる。便宜上、ソユーズ宇宙船以外の記事にも触れる。ありがとうございます。